ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロズの原根です。はい、ご視聴ありがとうございます。ハレルヤプロズの津村健二です。始まりました、第8回 MTG 対戦バラエティ企画ハレルヤコンバット。もうあっという間に第8回。そうですね、ということで結構数重なりました。そうですね、はい、これも皆さんがご視聴いただいているおかげということで、それ結構好評をいただいてるみたいで、ね、はい、なんか楽しみにしてますみたいなこと、はい、ちょこちょこ聞いて、まあ、僕まだ1回しか出てないので今回2回目ですけど、というわけで始まりましたが、まずは原根くんゴールドレベル到達おめでとうございます。 ありがとうございます。まさかもう3ヶ月前ぐらいはシルバーになれるかどうかって、まさかみんなドキドキしてたけど終わってみたら飛び越えてしまい、そうですね、一番多分僕自身がびっくりしてるんですけど、マジか、楽しみ得ということで、そうですね、まあ、やっぱ楽しんでやれたのがかなりいい結果につながりましたね、なんかあそこから急に来たもんね、成績が全体的に。いろんなことにメンタルが影響してた感があって、うん、なんかデッキ選択とか、なんかまあこう丸くいこう、丸くいこうとか、なんかそういうことばっかりしてて、なんかほとんどうまくいかないことが多かったから、まあ、なんか単純に自分のしたいことしようとか、まあ、楽しめるようにとか、意識してから結構うまくいくようになったから。これはぜひ皆さんに伝えていきたいと思います。楽しんであれだね、負けてもそんな気にならないんで、うん、まあ、負けたがまあやりたいことできたし楽しかったみたいな感じになる、うん、ちょっとシルバー手前の時は負けた時ほんまに参ってたもんね、ちょっといや答えるってなってたから負けた後でかももうずっとテーブルでできましたし、それはちなみにそれ自分ルールで禁止にしました。あ、禁止したリミテッドの大会だけはちょっとデッキの内容よく分かんないんで、うん、一人はしたりするんですけど、まあ、コーチ君の時は負けた時は一人はしないと、スッともうスッと立ち去って誰かに聞いてくれよみたいな感じのことを言いつつ、まあ、まあすぐ忘れて、うん、気持ち切り替えてリラックスしてます。はい、さあ、そんなゴールドになった原根くんと僕なんですけど、うん、8月19日に、あ、そうなんですよね、はい、札幌で、はい、マジチャレというイベントに参加させていただくことになりまして、ハレルヤの札幌店ですね。そうですね、はい、まあ、なんか破滅の時に基づいた企画をやるみたいなふうに聞いてますけど、ね、まあ、なんか何言ってるのかみたいな感じですけど、どうなってしまうのよ当日をちょっと楽しみにしようかなと。はい、これ実はもともと僕が札幌、はい、今で人生で一回も行ったことなくて、あ、そうなんですか。そう、うん、で札幌でウニが食べたいっていう思いがドリブルからスタートした企画だったりもするんですけど、すごい角度ちょっとまあ札幌のプレイヤーだけじゃなくて、できれば皆さんも旅行がてら、うん、ぜひ遊びに来ていただければなと思います皆さんで一緒にウニが食べられればなと思いますが、北海道食べ物美味しいですから、そうですね、はい、じゃあ、まあ8月19日の土曜日ですね、はい、ちなみに僕の誕生日です。おなるほど、じゃあ会場にウニ持った集団が会場でウニは相当危なそうです確かに、当たりとしてはいると危険もう朝一で食べないと。はい、というわけで会場でお待ちしております。はい、よろしくお願いします。あとマジチャレといえば前回ゆくひろくんのモノマネツイートが、はいはいはい、ありましたね、安さんとか鍋さんとか霊吉で裏もがめくれなかった鍋くんとかやってましたけど、あれはね、よくわかりますあ、似てたよね、似てます。安さんもかなり似てるなと思いましたけど、うん、マニチュアで原根くんもぜひモノマネツイートを、はい、あ、そういうふうにまだドリブルして強引なドリブルを振り止まりでいいのよちょっと原根くんもぜひどうかなと。いや、まあ単純にそれだけだよね、それはもう面白みがない。お、ハレルヤコンバットなので、はい、まあじゃあ負けたらだいぶ重いものを背負ってもらうことになりますけど大丈夫ですか。いや、まあその時もね、負けたら考えましょうほら、じゃあちょっと僕が負けたら、まあ毎回氷縄も買うということになってるんで、札幌店で氷縄も、いやいやだいぶ僕の方がライトな気はしますけど、まあまあ、ちなみに前回遅刻するたびに、僕が1回遅刻するたびに氷の輪も買う、遅刻、はい、っていうのをハレルヤコンバットで約束したんですけど、うんうん、まあ、ちょっと先週ふとした瞬間に寝坊してしまいましてじゃあ無事1枚1枚溜まってしまいました。まあじゃあ早めに氷の輪も欲しい人は早めに購入しないと、まあ、そうですね1年後に僕が食い散らかした感じがあるんで尽くす可能性があるから、はい、まあ、そこはちょっとご注意いただきたいと。はい、というわけで、じゃあ早速試合いきますか。そうですね、はい、はい、ちょっとかかってるものは違う気がしますがあまり気にせずいきたいと思います。はい、
じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ほう4、うん、だ危ない。はい、体感今多分4が一番よく出てる。はい、じゃあ先手で、はいっす。はい、初手こんな感じです。これです。じゃあよろしくお願いします。終わりです。終わり。うん、多いな、大変でしょ。珍しい、珍しい。最近は全く見なかった。白い。はい、18です。終了です。
してそうっすね、うん、そして1こうかこれよりマイナスだ全くわからない終わりっす、大丈夫おいしいんだじゃあ先手で、はい、マリガンです。こちらもマリガン、まあ、ギリ惜しいですね。惜しかったです。マリガン惜しくもなんともな残念ながらマリガンです。まあ大体勢い余ってやってダメなパターンなんで割りましょう。ワンランドと見たら、ワンランド、ボシュ破りプッシュ、うん、まあ、3マナ3マナみたいな、まあ、2回ご都合起きないともうダメだろうみたいな。5枚です、はい、まあ、5枚っぽい感じ。5枚やるいらねえ。では始めます、はい、終了。ゼロ、うん、としておいて終了です。X1 で終わり。うん、どうしようかな。どうぞ。終わりです。はい、ダブルブロック。じゃあ死んだ時にじゃらって、うん、あ、無勘違いしてた。何黒はないがまずまずあるじゃあ帰ってきて、でライフの変動は特にないか、はい、これが一方的に捨てられる。あ、じゃあここか、ここはなります。一応ペイライフできる。ペイライフは、あ、そうか、このタイミングだとまだ生きてます。これで1点失って19と、はい、およよ入ってしまった。するで、これが全体で終わります。はい、ドロー、うん、お、これは急にムーブが、これからの、はい、ゾンビが2体いるので44のセットからフワフワ出てきて、で、まあ、アンタップドで3体なんでこのまま終了します。じゃあ18になってマンドローします。一体でもやっぱ44がいると心強いから、この対戦ヤヘンリーの抗議で恐ろしいことになっちゃう、うん。ブロックしなさそうなやつでどうしようかな。ちょっと待つか。カリタス、はい、
まだ白です。3体寝かして17になります。ドロー主体です。ゾンビで投げる2点か、うん、15、はい、じゃあ3マナでこいつを手札1枚で戻してきて、はい、終了です。はい、じゃあスタックで、はい、追放してゾンビが出てきてエカリタスやられますで終わり。聞いてしまった無情としてカードすごい強いですよね。はい、こちらキープで、はい、じゃあ戦術で、はい、下で、こちらは上でお願いします。お願いします。白です。18です。で終わりです。包丁破りで山をディスカード。そこで一周で。はい。その昔です。よし。アタック18で。はい。終わりです。2点と、はい、はい、17、はい、1個取ります。33です。シェアブで18、1個出て終了です。はい、2本なし、これです。終了です。
ました。はい、そうです。白です。自分が乗せるだけでしたっけ。あ、確かに乗りそうな、うん、コントロールしてるやつに乗っけるんだったらプラス20。なんて迷惑なあれもバクバク食べてしまうすごい適当に見える。スッドカン怖いね。何でも食べちゃう。私、おら、あかん、これは。はい、これです。仕方ないか。3体3つ、終わりです。17ですね。1で1。はい、うん、なるほど。マイナス2で、はい、どっちかな。9.8。はい、というわけで、今回もお送りさせていただきましたハレリアコンバット、いかがだったでしょうか。はい、大切なものがかかっていた対戦でしたが、なんとか僕の勝ちということで、はい、ハレ君にはゆくゆくに負けない素晴らしいモノマネを。ちょっと記憶にない。ちょっと物覚えが最近悪くて。まあしょうがないです。まあこれは多分視聴者の皆さんが改めて、マジチャルの場でお願いしたら、ハレネ君も思い出してくれるんじゃないかなということで。なんか見ておくかじゃん。中英美か不周囲を判断して。はい、というわけで、まあ8月19日に行われるマジックチャレンジというイベントで、ハラネ君のモノマネもついでに見れるかもしれないということで期待薄はい、皆さんもぜひお近くの方も遠方の方も、お越しいただければと思います。はい、あとマジックチャレンジに関しては、あの事前予約とございますので、はい、動画の説明欄と、もしご検討されている方は合わせてみてください。はい、よろしくお願いします。そしてハレリアチャンネルからの告知です。現在 YouTube スペースという YouTube 公認のスタジオでハレリアコンバット in YouTube スペースの撮影をしてみようという企画を、進めております。ただ、この YouTube スペースを使おうとしますと、チャンネルの登録者数が1万人以上でなければ、利用できないという、制約がありますので、もし、この企画に、ご賛同いただける方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネルの方ご登録いただければなと思います。視聴者様にかかってますのでぜひよろしくお願いします。ちなみに先週は90人ぐらいが新しく登録してくれたということで、はいはいはい、今3000人ちょっとらしいんですけど、うん、まだまだ先は長い道のりですので、何卒よろしくお願いします。まあ、この、この100倍ぐらいのペースで増えていけばビシバシビシバシってもらえれば、はいはいはい、ということでぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ今回はこんなところで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。